栃木駅から3キロほど離れた紫陽花坂。この時期、およそ6万人が訪れる観光名所に、あそこにイノシシ出没注意と書いてあります。普段は現れないイノシシが連日出没しています。目撃情報をもとに取材を始めると5分ほどで、いる？あ、イノシシ。いるな。観光客が歩くそのすぐそば、めっちゃいるじゃん。体長1メートルに満たないイノシシを発見。かなり近いところに何か漁ってます。今人がいる中でも普通にいますね。人に慣れた様子でおとなしいため、痛い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 。時に人を襲うこともあるイノシシ。環境省によりますと、イノシシによる昨年度の怪我人は64人。2016年度以降では4人が亡くなっています。出てきちゃった。刺激しないよう距離を取って取材を続けると、人がいるところを横切っていきました。今さらに、うわ、やばい、動いてる。ああ、来た。2時間以上姿を見せた人慣れイノシシ。最初に目撃されたのは今月4日です。その後も同じ個体とみられるイノシシが毎日のように出没。昨日までに20件の目撃情報が市に寄せられています。そして今日も、うわ、当たり前のようにいるな。また姿を見せた人慣れイノシシ。栃木市は警察と連携してパトロールを強化しています。今警察の方がイノシシを追い払い、西気味の中へ入っていきます。他にもイノシシの出没を受け、市はバナを設置して対応しています。しかし、未だ捕獲には至っていません。専門家によりますと、1歳に満たないオスとみられるという今回のイノシシ。なぜ人慣れしているのでしょうか。餌付けをしてしまうと、やはり人慣れしてしまう可能性というものが高くなると思います。近くの神社の関係者によりますと、赤ちゃんイノシシに餌付けをする人もいたという情報もあります。そこに餌があるんだっていうような認識になってしまって、その周辺に定着をしてしまうというようなことにつながりますので。ただ人慣れしていても襲ってくる危険性はゼロではありません。もしイノシシと遭遇しても、刺激せずゆっくりと後ずさりして離れることが大切です。